皆さんこんにちは。今日は漢方医学についてお話をしようと思います。まず漢方医学とは何かということ、そして漢方医学の慢性痛治療における役割についてお話ししようと思います。ただしこれはあくまでも私の考えで、意見には個人差があります。まず東洋医学という言葉をお聞きになった方もいらっしゃると思いますし、漢方医学ということをお聞きになった方もいらっしゃいますよね。じゃあ東洋医学とか漢方医学とかどういうことなんでしょうか。日本古来の医学というのは、実はだいたい仏教伝来とともにですね、5から6世紀頃と言われるんですけども、この時期に中国から入ってきました。で、歴史の勉強覚えてますかね。大宝律令、701年に制定された大宝律令というものの中に天薬令というお役所がのことが載ってるんですね。でその中に医博士、針博士、博士などの称号があります。すなわちこの時代からすでに日本には少なくとも針だとか、この場合の医は今でいうあの漢方薬ですね、そういうものを使ったものだと思われますけども、そういうのが入っていたんですね。でこれがずっと続いてたわけです。すなわち日本の医学は、まあ、あのいわゆる漢方とか東洋医学じゃなくて、これが日本のずっと医学だったんですけども、それが江戸時代になって変わってきます。江戸時代になって日本は鎖国しますが、唯一空いていた出島ですね、長崎の出島にオランダ人の人がいて、例えばシーボットとかね、そういう方から、オランダ医学、まあ、その当時いわゆる西洋医学を学ぶわけです。ですからそのオランダ医学を学んだ医者のことを蘭方医というようになります。でそれに対して従来からのことを漢方医、漢方医学と言いますね。でここで漢方医学と蘭方医学、まあ今蘭方医学ということは廃れてしまいましたけど、漢方医学という名称ができたんです。で次に日本が明治維新になった後で、日本は文明開化しまして、大量 の, 文あのいわゆる文明文物が西洋から流れてきました。その一つが医学だったわけですよね。ここで日本の明治政府は西洋医学を取り入れることになったので、この西洋医学に対比して今までの日本の医学をひっくるめて東洋医学っていう名称をつけたんですね。ですからこれをまとめると、まあ、漢方医学なんですけども、少なくとも日本においては東洋医学と漢方医学とはただ呼び方が違うだけで、時代背景に持った呼び方が違うだけでほぼ同じと言われています。そしてもう一つ重要なことは、もともと日本が医学を取り入れた中国ではまた独自の発展を遂げたので、日本の漢方は中医学、まあ、中国におけるね、いやそういう伝統医学ですけども、それとは少しかなり異なった発展をしたんですね。特に鎖国時代中に日本独自の発展をしたのが日本の漢方です。で日本の漢方医学においては、漢方医学はほぼ漢方薬の処方と鍼灸と足したものということになっています。そしてこの漢方は全体で一つの理論体系をなっているんですね。で漢方医学の体系ですけども、これは確かに西医学とは大きく異なりますけども、理論としては一貫しています。そして西洋学、そういう西洋医学でさえも実は EBM っていうのを言われ始めたのはここ20年ぐらいですけども、EBM は確かに少ないですけども、その一方で時間、時代が証明しています。何しろ、一番最初、それ皆さんご存知の、三国志、あの辺のあたりにも鍼灸や漢方のことは出てる、漢方薬のことは出てくるんですね。ですから2000年3000年の歴史を経て特に大きな問題がなかった、そして場合によってはよくいろんな条件があると思いますけども、有効であったとされるような処方や治療法が残っていると考えられます。で基本的な体系は陰陽五行説で、この下にある図なんですけども、これ詳しくは、今後鍼灸の先生にお話をしていただくときにこの話で出ると思いますけども、一つ重要なことはそこでも出ると思いますけども、いわゆる我々が持っている西洋医学の知識とは大きく異なる、だけれどもそれはそれで一つの医学体系であるということは重要な視点で指摘しておきたいと思います。で私が東洋医学、まあ、漢方医学に期待すること、漢方医学の役割だと思っていることは大きく2つあります。
一つは西洋医学が不得手な分野に対して何らかの手立てをがないかどうかということですね。西洋医学が不得手な分野というのは原因が不明な症状、いわゆる不定愁訴というのは西洋医学は非常に苦手です。あとは全身的な症状、まあ、これは前の、不定愁訴にかぶさることもあるんですけども、倦怠感だとか冷えだとか、なんかこう元気がないとかね、そういうのに対して西洋医学はあまりいい手段を持っていません。これに対して漢方医学が何らかの手段を持っている場合もあり得ます。また西洋医学的な発想がどうしても行き詰まってしまった時に、全く違う医学体系ですから考え方を変えた視点から見てどういうふうに捉えられるのかということ、そういうアドバイスをしていただけることも我々は期待しています。ただここですごい重要なことなんですけども、治療の軸足をどこに置くかということですね。私は西洋医ですから、私は西洋医どころかアメリカで5年間臨床してきましたから、もう私において軸足はあくまでも西洋医学です。そして先ほどから何回申し上げてますけども、漢方医学と西洋医学とは全く別の体系なんですね。ですからこの下にありますように、漢方医学がダメだから西洋医学、西洋医学がダメだから漢方医学と、こううまく使い分けることはなかなか僕は難しいんじゃないかと思ってるんですね。でどういうことかと言いますと、よくね、難治性だから、痛みが難治性だから漢方医学を使うっていう発想があるんですけども、以前お話したみたいに難治性っていうのは様々な要因があります。疾患自体が難治性の場合もありますし、患者側に様々な要素があって、それが難治性の場合もあります。そして最も重要なこととして、医療者側が難治性にする要素を持っている、すなわち具体的に言うと慢性痛について十分な知識や経験がなければ、それだけで難治性になってしまうわけですね。ですからこのような何が難治性の原因なのかということの見極めをしないと、かえってややこしくなります。皆さんこれ何に見えます？この図は、ね、これはアヒルに見えますか、あるいはウサギに見えますか？これはですね、有名な、まあ、認知心理学で出てくる有名な、アヒルウサギなんですね。アヒルウサギという図なんですけども、これが言いたいことは、いわゆる自分が何を見たかによってその他のものが別のものに見えるんですね。すなわちここでアヒルのくちばし、これをアヒルと見て、アヒルのくちばしと見ると、ここのちょっとしたこのへっこみはただアヒルの羽毛のまあ、少しこうなんてこうへこみにしか見えないんですね。ところがこれをウサギとして見ると、いきなりアヒルのくちばしだとか耳になって、これはウサギの口に見えます。ですから認識の対象となったこと以外はノイズになってしまうということ、同じものを見てるんですね。そしてもう一つ重要なことは、これ皆さんの中でこれが同時にアヒルとウサギに見える方はいらっしゃらないと思います。ちょっとこれはデジタルとスイッチって言うんですけども、ですから何が言いたいかということと、いうことは、同じ患者さんを見ても西洋医学と東洋医学とは全く違うように見える。逆に言うと自分の見たいようにしか物事は見れないんですよね。これを観察の理論不可性、ちょっと難しい話になりますけど、観察の理論不可性という言葉で言うんですけども、何が言いたいかということは、ある時は西洋医学、ある時は漢方医学とこう切り替えている、当人はうまく切り替えているつもりであっても、実はそうじゃなくって、本来は重要であることをノイズとして見逃してしまっていることもあるわけですね。ですからさっき言った軸足をどこに置くかということがすごく重要なんです。ですからこれはあくまでも私の個人的なものですけども、私としては西洋医学で押せるところまで押します。そして先ほど申しました西洋医学で不得意な分野が大きくクローズアップされたり、あるいはどうしても今一つ治療効果がうまく出ないという時に、そこで初めて漢方医学を取り入れることになります。私が使っている漢方薬はだいたい20種類ぐらいですね。小にあまり関係ないものを20種類を使っております。また針は鍼灸師の先生にお任せします。で、残念ながら私のいるような病院ではお灸は使えません。これは煙があって火災報知器に引っかかるので使えませんけども、この辺の鍼灸については
詳しくは今後鍼灸師の先生にお話し願うことになると思います。で最後にもう一度確認ですけども、慢性疼痛治療における目的と最終目標は痛みの軽減が第一目標ではないということ、これは何回も申し上げた通りです。ですから患者の生活の質や日常生活の ADL 日常生活動作を向上させることが重要であるのであって、ですから慢性痛治療の基本方針は運動療法や心理療法があくまでもメインになることであって、その他の療法は今回お話した漢方療法も漢方医学も含めてあくまでも補助的なんですね。そしてどのような場合でも奇跡の治療法はないんだということ、それをぜひ心に留めてください。以上ありがとうございました。次回から3回にわたって当科で一緒に働いている鍼灸師の野口先生に鍼灸治療についてお話していただきます。どうぞご期待ください。